頑張れ、うん、映画選手がすっと前に出てお手本のような面で先制した。徳永選手のわずかに下がったところを見逃さず、映画選手が鋭い突きを決めた。映画選手の攻めに対し、強い攻め返しで優位に立っていた徳永選手であったが、徐々に映画選手の攻めが効き始めると、苦しさからか、いつく場面が増え、面に乗られてしまった。徳永選手は映画選手に対しても下がらず最高の試合を演じた。最後は一度は映画選手を下がらせたものの、技までは出せずそこを攻め返され突きを奪われた。下がった場面でも技を出させなかった映画選手が一枚上手だった。2回戦、宮崎文博選手対井村良樹選手。前回3位の宮崎選手は1回戦を延長戦の末に制している。兄正弘選手がすでに戦列を離れているだけに期待もかかる。井村選手は実績豊富な宮崎選手にどこまで迫れるか。
勝負せず延長戦に入ります。宮崎選手の面が決まった。赤、宮崎選手の面が決まりまして、終わり。井村選手の小手は当たっているものの、
打った後の体勢が崩れたため一本とはならなかった。宮崎選手は小手を受けても気持ちが動かず、相手の崩れた一瞬に鋭い面を打ち込んだ。準々決勝、石田俊也選手対松本正史選手。松本選手は1回戦2回戦と厳しい対戦を勝ち抜いてきた。準々決勝ではさらなる強豪石田選手と相対する。実績実力ともに申し分ない両者が高度な攻防を繰り広げる。Thank you.
勝負せず延長戦に入ります。Thank you.
松本選手の面会指導が決まった。松本選手の受けの強さもあり、石田選手はなかなか思い切った技を出すことができず、相手に合わせてしまった。松本選手は石田選手の中途半端な技を狙い、面に出てくるところを読み切って胴に切った。準々決勝、井口清選手対寺地義行選手。寺地選手は1回戦2回戦と多彩な技を駆使して勝利。井口選手は前2試合で心技体ともに充実しているのが見て取れた。将来の七段戦を担うフレッシュな対戦である。井口選手が面を決め先制した。
制限時間となり、井口選手が一本勝ちで準決勝へと駒を進めた。井口選手は初めての七段戦の舞台にも気負わず、のびのびと自分の剣道を貫いていた。この面も常に切れ勝り攻め続けていたからこそ出せたものであり、それが寺地選手の抜き道と紙一重の差で勝負を分けた。準々決勝、石田洋次選手対栄賀直樹選手。ここまで2試合を2本勝ちし、別格の強さを見せつける栄賀選手に、こちらも強豪を次々と倒し波に乗る石田選手が対する。好調の選手同士、白熱のせめぎ合いが予想される。栄賀選手が石田選手の攻めてくるところを面に乗り先制した。2本目開始後の初立ち、栄賀選手が手後手を追加して準決勝進出を決めた。栄賀選手は石田選手の竹刀を常に剣先で抑え、技を未然に防いでいた。竹刀を抑えられて苦しくなり、一瞬居ついた石田選手に栄賀選手の伸びのある面が決まった。
1本目と同じく石田選手の攻めをしっかりと剣先で抑えた栄賀選手が、無理な体勢で面に出てきた石田選手を小手に抑えた技ありの一本である。準々決勝、宮崎文博選手対梅田福一郎選手。1回戦を2本勝ち、2回戦で強豪佐賀選手を倒し勢いを見せる梅田選手が宮崎選手に挑む。梅田選手は宮崎選手の牙城を崩すことができるのか。Come on!
宮崎選手が梅田選手を引き出し小手を決めた。宮崎選手は梅田選手の激しい動きにも惑わされず、落ち着いて自分の剣道に徹した。宮崎選手が誘いをかけると、梅田選手は面に行くか小手に行くか迷い、その迷いを宮崎選手は余裕を持って小手に切った。準決勝、松本正史選手対井口清志選手。7回の出場にして4度の準決勝進出を果たした松本選手、井口選手の怒涛の勢いを食い止めることができるのか。決勝の舞台に立つのはどちらか。
勝負せず延長戦に入ります。井口選手が松本選手の面をどうに返し、初出場にして決勝進出を決めた。無駄な動きや打突の少ない試合を心がけていた松本選手だったが、この試合では井口選手のペースに合わせてしまった。流れを引き込んだ井口選手が松本選手を面に引き出して胴に応じた。準決勝、栄賀直樹選手対宮崎文博選手。宮崎選手が2年連続準決勝の舞台に立った。兄正博選手に続く兄弟制覇まであと2つ。相手は栄賀選手である。全日本選手権者同士の豪華な顔合わせとなった。栄賀選手が宮崎選手の打ち終わりに素早い小手からの面で一本を奪った。
ート。宮崎選手が手元を浮かせた一瞬の隙を栄花選手は鋭い小手で切り決勝進出を決めた。お互いが激しく剣戦の攻防を繰り広げる中、宮崎選手が担ぎつつ面に飛ぶ。しかし栄花選手はその面を剣戦でしっかりとさばき、瞬時に小手そして面と2本を打ち込んだ。縁を切らさず集中し続けた栄花選手に軍配が上がった。宮崎選手の牽制の小手を受け、普通なら一拍間が空くところを相手をよく見てスッと間を詰め小手を打った。決勝戦、井口清選手対栄花直輝選手。ここまで全て日本勝ちを収め、初出場ながらすでに王者の風格漂う栄花選手、同じく初出場で決勝まで進んできた井口選手が挑む。初優勝の栄冠は一体どちらに輝くのか。
栄花選手は井口選手が下がったところをすかさず詰め、小手に飛び込み一本を奪った。常に集中の糸を切らさなかった栄花選手が、井口選手の機会を捉えた突きにも動じず、体勢の崩れた隙を見逃さずに攻め入って小手を決めた。試合を通して井口選手は果敢に攻めたが、どんな場面にも栄花選手が気を切ることはなく、一本を奪うことができなかった。栄花選手が昨年怪我に泣いた思いを優勝という最高の形で実らせた。激闘は栄花直輝選手の初出場、初優勝という快挙で幕を閉じた。栄花選手や井口選手を筆頭とした若手7段の台頭、そして3位入賞を果たした松本選手、宮崎選手といったベテラン7段による円熟の技。七段という心技体の揃った現代の剣豪たちは、気迫、攻め、打突、その一つ一つに剣道の未来を示した。その勇姿はきっと観衆の心に響き、目に焼き付いたに違いない。